ちは。こんにちは。さあ豊さん、はい、まあね、今シーズンも野球界にどん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 いい選手、あ、こんな選手いたんだとか来たんだっていう選手、まあ野手もそれからピッチャーも出てきてますけれども、なんかいや楽しみな選手いるよ。いますか。いる。まあ、結構ね、見てる皆さんもあの選手いいな、あのピッチャーいいなって思っていらっしゃる方も多いと思うんですけども、中でも豊さん、だからね、チームの柱、はい、うん、で、なんかエンジンになってくれそうな、はいはい、そういう選手たちをちょっとピックアップしていきたいなという。で、まだまだこれからなんだけどさ。あ、だからその原石、ダイヤの原石だなみたいな感じで、うん、それはピッチャーとか野手とか背とかでいるんですか。12球団を見渡して、はい、ピッチャー2人、野手2人に絞った今回は。あ、じゃあちょっとピッチャーからいいですか。そうだな、ピッチャーが、はい、まず中日のヤリエル・ロドリゲス、はい、言いにくいけどね、ロドリゲス、はい、まあこれは、はい、もう知る人ぞ知る、うん、まあ中日、まあキューバにね、はい、キューバから2019年か、うん、韓国でWBCS かの大会があった時に与田監督がわざわざ見に行って獲得をしたという。監督自らなの？自ら行った。その時に、はい、まあ、活躍した選手なんだけど、ま、はい、っすぐがマックス159キロ、おお、そのストレートがマックスが159キロだけど、それがちょっと動いてんだよ、滑ってんだよ、打ちに行くだからちょっとしたカットなんだよ。あ、そういう、それがバン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 左バッターのインサイドに投げれるんだよ、はい、で、彼曰く自分の特徴で一番いいところはコントロールだって言ってるんだよ。なかなか外国人にいないですよね、うん、外国人にもいないけど、はい、これだけ速いボールを持っていて、はい、コントロールに自信があるっていうのはなかなか言えないんだよ、うん、だから自滅しないんだよ。あ、すごい。それで巨人戦に2試合、はい、まあ、今日8月の29日、はい、まさしく今投げてんだけど、そうですね、まあ、今日の勝敗は別として、はい、1試合目の時に5回か6回まで、はい、ノーノーやってたんだよね、うん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 、で、まあ、打たれて2失点はするんだけど、はい、まあ、スタミナ的に多少問題があるかなっていうふうに思ったんだけどね、その時はね。でも初先発っていうことを考えるとさ、相当疲労するじゃない、はい、言っても、うん、でもそこで勝ち星つかなくても次の巨人戦、はい、8月15日7回1失点で勝ってんだよね。これすごいですよ。いや、同じチームにって森藤さん、はい、これなんですごいかっていうとさ、最初初見っていうのは分からないじゃない、はい、でもデータがないが分からない、うん、でも生きたデータを得たわけじゃない、8月の9日に、はい、で続いて8月15日に投げてきて、うん、それで勝ってるっていう、うん、これはこの時の方が調子悪かったからね、15日の方が、あ、状態的には。あ、そうなんですね。でもそれでも打てなかったっていうことは、はい、データがあるにもかかわらず、はい、だからデータ以上の力があるっていうことだ、ボールに。そうなんですね、うん、それと、はい、特徴は、はい、もう一つの特徴は器用だということ。器用、うん、でね、横から投げたりとかもするんだよ。それも変えてくるってことは、ね、変えてくる、フォームも変えてくるということ、はい、だからやっぱりね、嫌なんだよバッターとしたら、うん、やっぱ同じリズム同じテンポで投げられた方が、はい、タイミングも取りやすいしっていうことなんだよね、うん、はい、でもそこを微妙にいろいろ変えてくる、うん、だから野球のセンスが抜群だよね。いい投手を与田監督も中日取りましたね。いや、 やっぱりさ、与田監督はわざわざ足を運んで、はい、生で見て獲得した選手だけに、うん、やっぱ間違いはないよね。同じ投手の目線でっていうことですもんね、うん、だから阿部慎之助、巨人はね、はい、阿部慎之助が中南米の方に行って選手を獲得してくる、はい、もうやっぱそういう時代になってきたよね。自分の目で見て、はい、よし悪しを決めるというさ、うん、その最たるものがロドリゲス、うん、だからこのピッチャーは俺は絶対活躍すると思う。まあ、今シーズンだけじゃなくて今後もってことですよね、うん、いや、だからこの選手はメジャー行っちゃうんじゃないかなと思って。まだ23歳だもん。若い若い。メジャーは目をつけてなかったんですかね、逆に言うとね。まあ、どうなんだろうね。まあ、うん、でもね、いろんなオファーはあったらしいよ。でも日本球界を選んだという、まあ、中日がそういうね、ルートルートがあるし、はい、まあ、そういうことで
今後の活躍、うん、ひょっとしたらひょっとしたらだよ、うん、はい、新人王のチャンスも残されてると思ってる、権利は持ってるわけ。あ、権利はあるんですね。たださ、もうシーズンが半分しかないでしょ。あ、もうそうなんですよ。で、戸郷がもう7勝、はい、森下が5勝しちゃってるわけじゃん、はい、まだ1勝でしょ。ちょっとまあ今日どうなるかわからないけど、まあそうですね。でも登板数を考えた時にさ、うん、最初から投げさせてたらもう本当有力だったと。これとするとですよ、例えば来シーズンとかこの活躍するともちろん新人の新人を取るもうないでしょ。もうないんですか。いやだって、権利がなくなる、イニング数を超えて投げちゃうと。あ、そうなのか、うん、じゃあもう今年最初から投げてたら、うん、その2名の中に一緒に割ってこう3人で、まあ、3人でか、うん、やってただろうね、ね、新人争いしてたかもってことですよね。でもまあ楽しみな選手、楽しみですよね、うん、まあ、皆さんもちょっと注目してほしいなという、はい、中日のヤリエル・ロドリゲス投手です、はいはい、さあ続いては、続いてはね、楽天の鶴崎、はい、これは慶応高校、うん、慶応大学、はい、で今年ルーキーなんだけどさ、うん、高校の時にもうトミー・ジョン手術ってもう肘の手術をしてるんだよね。高校の時にですか、うん、それをきっかけに、はい、ウエイトとトレーニングだとか、はい、栄養面だとかいろいろ考えて、はい、自分の体を作り上げてきてるわけ。ほー。でトミー・ジョンの手術の後って、はい、強くなるっていうんだよね。あ、言いますよね、うん、リハビリもちゃんとやって成功すれば、うんうん、その腱が強くなる。はい、でそれとともに趣味がウエイトトレーニング。おお、いやいやすごいですね。いや、それはウエイトトレーニング、なぜやって彼はやってるかというと、うん、その故障しない体を作るためにやってるんだ、うん、別にこのマッチョになりたいわけじゃなくて、じゃないんですね、うんうん、でよく考えてるのは、はい、やっぱり今の子だなと思うのは、うん、ボールの回転数と回転軸を気にして投げてるんだよね。すごいですね。で回転数を増す投げ方も、うん、勉強をしてて、はい、その回転数が多いとどうなるかというと、ファールチップが増える。ファールでカウント取れる、はい、だから球速じゃなくて回転数を気にしてる。そうですね、そのやっぱり目の付けどころというか、だから回転数も、はい、平均が2260、はい、これが2250、はい、だから平均ぐらいには来てるんだよね、うんうん、回転数は、はい、うん、でプロのピッチャーの平均の回転数だから、うん、やっぱ相当レベルが高いピッチャーだと言われるのよね、はい、でスライダーが2450、平均が2400。あ、じゃあ上回ってる、上回ってる、はい、これがまたね、ジャイロって言われてるんだよね。ジャイロ、ジャイロボールっつって、あ、なんかね、伸びてくるスライダー。どういうふうな体感的に伸びてる、まあ、例えばさ、変化球ってさ、はい、やっぱこう初速と終速がものすごく変わるわけ。うん、初速が速くても手元に来たら遅くなるわけ、変化球って、はい、でもこの変化球がその鶴崎のは伸びてくる感覚がある。だからその球速が落ちてこない、落ちてこない。へ、だからすごく特徴がある、はい、で投げ方もテイクバックがこうちっちゃいんだよね、うん、ちっちゃくて前がバーンとくるからタイミングが取りにくい、うん、それと角度がある、はい、だからこのピッチャーは楽天の主力になってくるよ、そのうちに。おー。でフォークが回転数が180、はい、あ、1800と平均が1450か、はい、あ、もう断然は思ってますよ。これはどういうふうにバッターから心理からして見えるかというと、はい、まっすぐに近くて落ちる。あ、いきなりバーンと。そう、だから回転数が遅いとさ、はい、やっぱボールもそれだけ遅いということ、うんうん、回転がないということは落ちも大きいかもわからないけども、うん、あ、フォークだって分かるフォークなんだよね、はい、でも、うん、この鶴崎っていうのは、うん、回転数が多い割にはちょっと沈んでくれるんだよ、やっぱり、うんうんうん、だけどバッターの目からするとまっすぐが来たっていう錯覚を起こしやすいフォークなんだよね。で、振ってしまうっていう、振ってしまう。だから非常にね、面白いボールをたくさん持ってるんだよ、はい、だからタイミングが取りにくい、うん、それと賢いなと思うのは、うん、この現代、うん、フライボール革命かなんかって言って、はい、少し煽り打ちがあるでしょ、うんうん、ね、小さい変化になんていうの基づいてそれをやってる、はい、そこに縦の変化を入れてるの、持ってるんだよ、はい、大きな縦割れのカーブ、うん、これを習得してる、うん、だから賢いやつだなと思ってさ。そうですね、うん、だからこのロドリゲス、はい、鶴崎、はい、
この2人というのは、うん、やっぱこうロドリゲスは球速がめちゃくちゃ速い、うん、でカットボールみたいなまっすぐが来る、はい、特徴がコントロールと、うん、で鶴崎っていうのはやっぱこう賢いというかさ、ボールの回転数、うん、回転軸とか、はい、人が持ってないようなあまり投げれないような変化球を持ってるということ、うん、それと小さいテイクバックで角度を持って投げてくるから、はい、より打ちにくいということ、うん、だからこの2人の選手っていうのは俺は将来的に そのチームのエースになるんじゃないかなっていうふうに思って、はい、ちょっと取り上げてみたいな。わかりました。じゃあね、皆さんもちょっとこの2投手今後どういうね、うん、今シーズンだけじゃなくてその後もどんな風に活躍していくのかっていうのを、まあこの2人は俺は絶対活躍すると思う。俺あのロドリゲスも最初見たし、はい、鶴崎っていうのはポッと見た時に、はい、これ誰と思ったの。あ、そんなにこうパンと来た印象に残った選手なんですね、うん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 、だからまあ皆さんもちょっと注目をね、はい、しといてほしいなと思います。はい。